シャリライモ。分野で活躍をされてこれ、いらっしゃったんですが、ここ数年はがんとの闘病生活が続いておりました。そしてついに今月の12日のことです。巨泉さん、力尽きました。82歳でした。短火のキャプリティ取ればスギチョビで、スギカキスラの葉っぱ踏み踏み。わかるね。沖縄なんて独自の歴史歩んできたんだから、独立させてやりゃいいんですよ。東京なんて人が住むとこじゃないんですよ。僕なんて伊豆に住んで新幹線で通ってるんだから。じゃあ次の地震の時真っ先に危ないですね。何言ってんですか。あなたは